騎高幸、岸騎高幸、き、騎高幸、1984年12月4日隊は、宮城県仙台市大白区出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、東北楽天ゴールデンイーグルス所属。社会人野球の77銀行公式野球部、宮城県仙台市の初代監督である父親の影響で、 仙台市立西中田小学校3年となった1993年、平成5年から、悪野球部、現、西中田ゴールデンアクロスで玉を始めた。1997年、平成9年に、仙台市立野球中学校に入学。2000年、平成12年に、宮城県名取北高等学校、名取市に進学。自宅に最寄りだったことと、野球部が、 坊主頭を強制していないことが、動向選択の理由であると後のインタビューで答えている。5月には、野球部タイ部も考えたが踏みとどまった。同年夏の身長は170センチメートル、体重が51キログラム、宮城県大会登録メンバー表よりで、BMI が17.65、適正体重、63.58キログラムと痩せ型であり、 体格に恵まれているわけではなかった高校2年生からエースになり、県内でも知れるようになっていくが、東北高仙台市には、高校ナンバー1のサワン投手として知られた、高井雄平。高校3年時に、ドラフト1位で、ヤクルト入団がおり、全国的注目度は高くなかった。高校3年生となった2002年、平成14年夏の、 第84回全国高等学校野球選手権、大会目八木県大会では1回戦で、多賀上校と対戦したが、同校の主力として出場する息子を見に、東北学院大学公式野球部、大師の菅井徳夫監督が来ていた。騎士は、5回コールドの参考記録ながら、ノーヒットノーラン、1支球がなければ完全試合の高騰を見せた。また、 騎士は撃たれても詰まることが多いため外野は全身守備であり、菅井監督の息子はライトゴロに打ち取られてしまった。このため菅井監督の目に留まり、すぐさま名取北高の監督に東北学院大学への入学を直談判に行った。7月16日の2回戦では仙台2校、第3シードと対戦したが、台風7号接近により試合途中から降雨があり、 守備陣が乱れて、自責点ゼロながら2から4で敗退した。騎士は、甲子園出場を経験することはなかったが、東北学院大を含む十数校の大学から、誘いがあった。学費免除などの特待はなかったものの、学業と野球を両立できるとして、東北学院大への進学を決めた。しかし、高校在学中に、東北学院大の一時キャンプに参加して、 仙台六大学レベルの練習を体験すと、高校の監督に会いに行って、野球を続けるか悩んでいると打ち明けた。2003年、平成15年に、東北学院大に進学。大学時代は、エースとして活躍し、仙台六大学野球リーグにおける、圧倒的競合の東北福祉大学戦に完封を、含む三連投の活躍、関東賞を受賞で、 同大学の35派を阻止し、東北学院大学の18年ぶりのリーグ制覇に貢献した。最速時速152キロメートルのストレートとスライダーを武器に2006年春にはリーグ大記録となる19奪三振を2度マークするなどリーグ新規の92奪三振を達成し、最優秀選手賞 MVP に輝いた。日米大学野球選手権大会。 世界大学野球選手権大会の両大会において、エース級の活躍を見せ、2006年の日米野球では、アメリカを無失点にそもそも折るなど、大学ナンバーワン右腕と称された。大学通算成績は、23勝11敗。ドラフト前には、西武ライオンズと地元の東北楽天ゴールデンイーグルスが、さらにドラフト直前には、大隣賢治の獲得を断念した読売ジャイアンツが、 希望枠での獲得を目指すが、最終的に当初から目をかけてくれていること、尊敬する西口文也がいることを理由に、西武を選択。2006年の大学生、社会人ドラフト会議希望入団枠での指名を経て、契約金1億円、年俸1、500万円、金額は推定という条件で西武と契約した。背番号は11。 は開幕直後から一軍先発ローテーションに定着。二度目の先発投手となった4月6日の対、オリックスバファローズ戦でプロ初勝利を挙げる。チームが低迷する中コンスタントに勝ち星を挙げ、チームの新人では、松坂大輔以来となる二桁勝利、11勝を記録。チーム2位の防御率3.40、脱三進数はチームトップの142を記録した。 チームの10連敗を止めるなど3度の連敗ストッパーとして活躍した。ただ156.1イニングで吉久55と同じく新人である田中正宏、東北楽天ゴールデンイーグルスに次ぐリーグワースト2位の死給を与えた。シーズン終了時に田中と11勝7敗で並び、新人王争いが注目された。防御率は騎士の方が上だったが、 投球回数並びに脱三進数で上回った田中が新人王に選出された。しかし、高成績を残したことが評価され、パリーグ特別表彰として優秀新人賞を受賞した。は、初登板の3月26日に、対北海道日本ハームファイターズ戦を完封勝利で飾り、8月11日、1950年からの 球団通算四千勝目となる勝利を8回、無失点で飾った。8月の月間成績は3勝0敗防御率1.32で、自身初となる月間 MVP、8月を受賞。その後も好調を保ち、前年を1勝を上回る12勝、負け数も4と減らし、課題の支球も48と減って、リーグ優勝に貢献した。読売ジャイアンツと対戦した。 日本シリーズでは11月5日の第4戦に先発し、登板前には緊張して吐きそうとマスコミに漏らしつつも、カーブを主体に三振の山を築く。結果的には147球を投げ、1981年の西本清巨人以来二人目となる27年ぶりの毎回、脱三振、2005年の渡辺俊介。 千葉ロッテマリーンズ以来12人目となる3年りの日本シリーズ初登板初カンプ初登板で初カンプと毎回脱三振を共に達成したのは史上初という回記録を達成したそして2勝3敗と王手をかけられた11月8日の第6戦では4回裏 1c11.3 類から先発のホ足シカズキを東北学院大時代以来となる中2日で リリーフ当番。プロイリアと初のリリーフ当番であったが、9回までの5回、2、3を無失点に抑えて、勝利投手となった。また、この2試合の当番で12イニング連続脱三振の、日本シリーズ新記録も樹立した、第4戦1から9回、第6戦4から6回。逆王手をかけた西部は11月9日の、第7戦、3から2で勝利し、日本一を達成。 騎士は、この活躍で、日本シリーズ MVP、最高主君選手賞を獲得した。上記の通り、巨人戦を得意とし、交流戦では8イニングを投げ、防御率は1.13。日本シリーズに至っては14プラス2、3イニングを投げ、無失点だった。は、WBC 日本代表の第一次、メンバー候補35人に選ばれたが、 最終メンバー28人の候補から漏れた。シーズン開幕後は5月25日の対、広島東洋カープ戦で黒星を喫するまで、開幕6連勝、自身の連勝も2年越しで12連勝を記録した。4月の月間成績は4試合4勝0敗を記録した。7月20日の対オリックス戦で10勝目を挙げ、チームでは、 松坂大輔以来となる入団から3年連続での2桁勝利、取った。この試合で、対オリックス1 8連勝を記録し、2年連続で、オリックスから最も多くの勝ち星を挙げた。前半戦を10勝1敗とリーグ最高勝率で折り返し、初めてオールスターゲームに選出された。8月22日の対ロッテ戦で、自己最多に並ぶ12勝目を挙げたが、 それ以降は高騰しても、打線の援護がなく5試合連続で勝ちに見放された。9月26日の対楽天戦で、4点リードの5回表に、フェルナンド・セギノール、トットリンデン、中谷一しに、楽天級男子上発となる3者連続本塁打を浴びた。シーズン最終戦10月1日の対ロッテ戦で、ペナントレースでは、 初の救援登板で7回途中から9回まで無失点で投げ切り、9回裏にチームがサヨナラ勝ちして、初の救援勝利を手にし、自己最多を更新する13勝目を挙げた。は、開幕3戦目で登板し、敗れたものの、その次の登板から5月24日の対、広島戦で黒星を喫するまで7連勝を記録した。しかし、 6月29日の対日本ハム戦で黒星を喫したと同時に本人曰く開幕からず違和感があった方の炎症の悪化から一軍登録を抹消。そこから約3ヶ月の二軍生活を経て9月20日の対福岡ソフトバンクホークス戦で中継ぎとして復帰するも敗戦を喫した。その後の9月25日の対楽天戦では プロ入り初セーブを挙げ、チームの公式戦最終戦の9月29日に3ヶ月ぶりの先発登板10勝目を挙げた。プロ入りから4年連続での2桁勝利は、球団では池永正明42年ぶり、6月22日の大楽天戦で勝利し、地元のクリネックススタジアム宮城初勝利を挙げた。は、故障により遅れ8勝止まり、 プロ入り以来続いていた二桁勝利も4年で途切れた。は、開幕から好調で、スタートダッシュに失敗したチームの中で、安定して、勝ち星を積み重ね、枠井秀明が抑えに回って、以降は、牧田和久と共にローテーションを支えた。結果として、2年ぶりの二桁勝利を記録したものの、2年連続で、負け越した。は、初の開幕投手を務め、 最終的に2年連続2桁勝利を達成。A クラス入りに貢献。12月10日の契約公開で、過去7年間で2桁勝利が6度という安定感が高く評価され、3年総額で最高12億円となる大型契約を結んだ。もう2年連続2度目の開幕投手を務めた。5月2日のタイロッテ戦、QVC マリンフィールドで1死球8奪三振の 内容で史上78人目、89度目のノーヒットノーラン、循環前試合を達成。5月は、パリーグ月間 MVP 投手部門を受賞した5試合に、登板し4勝0敗、防御率2.35。ノーヒットノーランを達成した月に、月間 MVP 受賞はパリーグでは1990年4月の、日本ハム、柴田康光以来4年ぶり。 自身は2008年8月以来6年ぶりとなったが、これはパリーグ投手部門で最長ブランクとなった。7月18日、西武ドームで行われたオールスターゲーム第一戦ではオールスター初の先発をめた。2回表に前世のブラット・イルド・ドレッド、キラ・カー・イフへ、ブラディミール・バレンティンを自身プロ最速を更新する、時速 150km をマークして3者連続。 空振り三振に仕留めるなど、二回を投げて、無安打無失点の完全投球で、関東選手賞を獲得した。6月に、右下大和館、8月には、右肘一の針によって一軍登録を抹消されたものの、それぞれ短期間で一軍に復帰し、最終的に、自己最多対の13勝、勝率、765で自身初のタイトルとなる、最高勝率を獲得した。 オフの10月9日に日米野球2014の日本代表に選出されたことが発表されたが10月24日に右は秋原の違和感により辞退した。は、怪我に悩まされ開幕投手を外された。ホームでは5勝負けなしだったのに対してビジターでは1勝もできなかった。9月10日には第1回 WBSC プレミア12の 日本代表候補選手に選出されたが、10月9日に発表された最終メンバーからは外れた。この年のシーズン中に、海外フリーエージェント、FA 権を取得。2は、8月16日の対ソフトバンク戦で、NPB 史上134人目の公式戦、通算100勝、9月14日の対ロッテ戦で175人目の、 通算1500投球回数を達成した。シーズン終了後の11月2日に、海外 FA 権の行使を表明、西部からの残留交渉のほか、地元球団の楽天が獲得に乗り出した。2016年11月18日に、東北楽天ゴールデンイーグルスが騎士との契約で合意したことを正式に発表した。契約期間は4年で、 契約期間の年俸総額は推定16億円。西部時代と同じ背番号11を着用することも決まったため、2011年の楽天入団以来背番号11を着用していた塩見隆博は背番号を17に変更した。5月7日の西部戦に先発して勝利し、パリーグ全6球団から白星を挙げた。しかし、 七月二十一日の日本ハム戦での八勝目を最後に十二試合勝ち星に恵まれず最終的に自身七連敗となり八勝十敗の成績でシームを終えた古巣西ブとのクライマックスシリーズ第二戦では六回途中無失点被安打3無死球の高騰で勝利に貢献した勝てば日本シリーズ進出に大手をかけるソフトバンクとのファイナル数字第五戦では五回に 失点でマウンドを降り、勝敗はつかなかったものの、その直後に2番手として登板した総加号が4番、内川誠一、5番、中村明に2者連続本塁打を浴び、チームは3対4で逆転負けした。2018年はチームが、総崩れの中開幕から好投を続け、5月には5試合に、登板して3勝0敗ながら40イニングを投げて、 防御率1.35という好成績を上げて2014年5月以来となる月間 MVP を受賞。オールスター前までで8勝1敗、防御率1.85という好成績で選手間投票によってオールスターゲームに出場した。後半は試合7失点や膝の炎症により、先発でプロ最短となる1回3失点で降板するなどや、 息切れしたものの防御率トップの座は譲らず、チームの CS 出場の可能性がなくなったことと、防御率が他の選手を大きく引き離していたことで9月23日の登板を最後に残り試合を欠場した。結局自身の防御率を他の選手が上回ることはなく、自身初となる最優秀防御率のタイトルに輝き、移籍後初の2桁勝利、チームトップとなる11勝を挙げた。 オーバースローから投げる平均球速約時速 142km、最速時速 152km、プロ入り後の最速は時速 150km のストレートに時速 110km 台ほどで縦方向に大きく曲がるカーブ、チェンジアップ、スライダーの4種類を武器とした、緩急を生かした幅の広い投球が持ち味。大学時代はスライダーを得意としていたが、プロに入って、 スピードを求めた結果、自信のない球種となってしまったという。一般的にはカーブを称賛されることが多いが、一郎にはストレートに着目された。曰く、スピードガンだけだと130後半そこそこなのに、みんながファウルだったり空振りだったりしている。多分、手から離れた時と実際に、自分のところに来た時とで、イメージが変わっているんだと思う。まっすぐでカウントを奪えるピッチャーってのはなかなかいない。 ヒアンダ、ヨシキュ球ともに少なく、ホイップも低い安定した投球スタイルであるが、やや、ホームランを打たれやすい傾向にあり、過去にサンドリーグ最多非本塁打を記録している。最優秀防御率のタイトルに輝いた2018年は、ホームランによる失点が、シーズンの総失点の半分以上を占めている。50メートル走6.0秒の瞬速を備え、試合前練習では、 遊撃の守備にもつくなど野手としての能力にも優れる。自他共に認める、真面目で誠実な性格の持ち主であり、西部時代は、投手、野手を問わず、多くの選手から慕われていたという。実際、西部時代のチームメイトである、菊池武生は、あんなに、優しい人はいない。本気で他人の立場になってくれると述べている。その一方で、かなりの口下手でもあり、 思ったことを言葉にすることがとても苦手であるという。そのため、2016年の FA 健康士を控えた、西部との残留交渉は、普段のピッチングよりも、心身ともに負担を極めることとなり、結果として納得できる交渉が必ずに難航して、チーム愛と球団愛は別物と感じるようになり、それが、FA 憲法士西部からの対談、楽天への移籍の大きな要因となってしまった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。